っていうのは非常に見づらいというか、他のクラスと違ってあの車両の位置がね、雪山で隠れて全部が見えないんで、ね、大きく書いていただいているのは嬉しいですけど、まあまあまあ、でもね、本当にあのほのぼのとした感じに見えますけど、走ってる選手はね、これは本当に大真面目ですから、今日はね、どこにドラマがあるのかね、私も楽しみにしてます。だからね、ご家族の皆さんとかも目の前を通る姿がはっきりと見えると思うんですけども、これね、こんな出たらきっと一番強なんだろうな。いよいよ決勝に入らせていただきますが、昨年もそうだったんですけどね、このね、ゼッケン2番の、ね、鈴木翔の選手と、津谷兄弟ね、翔さんと鈴木さん、このね、3人がね、本当に去年からバチバチなんですね。こちらどうなんでしょうかね。ちゃんと様になってますよね、ちっちゃい体で。さあ、5分間の SS200 クラスの公式練習終了いたしました。音声だけ撮って流しても面白いですよね。まあ、ラジオ番組やってるせいかですね、あの映像よりも音をですね、撮ったり流したり。